中国国家公典局は中華人民共和国の国家行政機関の一つで同国の民用宇宙開発を管轄する機関である。工業情報株が管理する国家局である。軍用宇宙開発は人民解放軍の管轄であり、担当外、北京に本部を置き、4カ所にロケット車上を持つ。国家公典局設立以前は中国航空港天候業部が 中国の宇宙開発を担っていた。1992年以降改革開放をさらに推し進めた中国政府は国家の予算に頼らない事業収益による独立採算運営を目指し、1993年6月に国家公典局と中国公典鍵集団講師を設立した。前者は国家機関として政策を担当、後者は国営企業として その運用を担当するとされた。両者の目的や運営形態は異なるものの、両者間で指導部や人員に共通部分が多く、実質的には同一組織であった。1998年に大規模な構造改革が行われ、工業工師は国家が所有する多数の企業に分割された。政府機関が方針を決定し、 そのための要求を国家が所有すれども運営しない企業に発注するという欧米の防衛産業と同様な形態を構築することを意図してのものと思われる打ち上げ車上の管理は人民解放軍総装,装備部が行っており人民解放軍の指定基地の将兵が任務に携わっている管制センターの管理は人民解放軍総装,装備部が行っており 人民解放軍の指定基地の将兵が任務に携わっている。クマール、キサン、チャイナスペント7タイムズモアザン、インディアオンスペース US13 タイムズ。2020年2月1日閲覧。ホワイル、インディア、S、イスラスペントアバウト 1.5US ドルビリオンイン2018、ナサスペント 19.5US ドルビリオンチャイナ、S、クンサスペント 11US ドルビリオン。 ハット AB 宇宙情報センター中国国家公典局宇宙航空研究開発機構ありがとうございます。